エドバルド・モーセルは、ノルウェーの心理学者、神経科学者であり、トロンハイムのノルウェー科学技術大学にある、カブリ統合神経科学研究所、ニューロコンピューティングセンターで所長を務めている。また現在は主に、ドイツのミュンヘン近くにあるマックス・プランク神経、生物学研究所で、客員研究員として活動している。 モーセルと彼の元妻マイブリッド、モーセルは1996年に、NU で心理学、神経科学の准教授に就任した。2002年には、記憶生物学センターの設立に、2007年には、統合神経科学研究所の設立に協力し、空間表彰の大脳生理学的なメカニズムの研究で新領域を開いた。モーセルは彼個人で、いくつか賞を受賞しているが、 ルイザ・グロス・ホロウィッツ賞、カール・スペンサー・ラシュレイ賞など多くの賞を妻と共同受賞している。2014年に彼らはノーベル生理学・医学賞をジョン・オキーフと共同受賞した。受賞理由は脳における空間認知システムを構成する細胞の発見である。同年、モーセルは米国科学アカデミーの外国人会員になった。モーセルはオーレスンで育った。 彼の両親は1950年代にドイツからノルウェーに移民してきた。彼の母はエッセンの父はクロンベルクイムタウヌスの出身である。彼の一家は元はハーアムショー屋に住み、そこで父はパイプオルガン製作者として働いていた。後に彼らはヘリードへ、ついでオレスンドへ移り住んだ。エドワルド・モーセルは1990年にオスロ大学で、 心理学の学位を得て、1995年に神経生理学で博士号を得た。彼は数学と統計学も学んだ。キャリアの初期において、彼はパー・アンデルセンの下で働いた。モーセルは1994年から1996年の間、エディンバラ大学の神経科学センターに移り、リチャード・ジー・モリスの下で博士研究員として働き、 ユニバーシティカレッジロンドンのジョン・オキーフの下で客員博士研究員となった。モーセルは1996年にノルウェーへ戻り、トロンハイムのノルウェー科学技術大学で生物心理学の准教授を1998年まで務め、同年人類の神経科学の正教授に昇進した。加えて2002年には記憶生物学センターの2007年には、 カブリ統合神経科学研究所の設立を主導した。彼は、ノルウェー王立学術院、ノルウェー科学文学アカデミー、ノルウェー技術科学アカデミーの会員である。エドワルド・モーセルは2004年から、サイエンス誌で、サドカ編集委員を、2005年から、ジャーナル・オブ・ニューロ・サイエンス誌で、サドカ編集委員を務めている。2006年からは、欧州神経科学会のプログラム委員会議長を、 努めている。ありがとうございます。